アルトゥル・ブ・ワアディスワフ・ユゼフ・マリア・ポトツキは、オーストリア・ハンガリーのポーランド人貴族、実業家、政治家、伯爵。アダム・ユゼフ・ポトツキ伯爵とその妻のカタジナ・ブラニツカ、伯爵夫人の間の長男として、クシェ・ショビセで生まれた。父方の祖父父は、小説家、ヤン・ポトツキ、母方の祖父父は、ヘトマンのフランチシェク・クサベリ・ブラニツキ、義理の叔父は、詩人。 ジグムント・クラシンスキ、ジュハクフは、シスライタニエン首相を務めた、政治家、アルフレト・ユゼフ・ポトツキ、弟は、ガリツヤ総督のアンジェ・カジミエ・シュポトツキである。クラックフ、パリ、ブレスラウで教育を受けた。1881年に、ガリツヤ王国議会議員となり、1889年に、終身の帝国貴族院議員となった。クラックフ政界における、 保守派の若手指導者であり、特に東ガリツヤの保守派閥に支持基盤を持っていた。ポットツキは、経済関係の活動に熱心で、1887年のガリツヤ全国ストライキの指導者であったほか、クラクフ農業経営者協会の会長やクラクフの官業銀行の社長を務めた。ルドルフ皇太子の友人の一人でもあった。ポットツキは、クシェ・ショビツェ、スタシフ、ミエンジェ夫婦、 ビアはツェルキエフの領主であった。1877年に、ルージャゾフィアル・ボミルスカ公女と結婚し、間に娘を二人設けた。ありがとうございます。